どうもラオチンです。海賊無双4をやっていきます。よろしくお願いします。さあ今日は理想的なスキル構成をやっていきたいと思います。ダウンロードコンテンツ第6弾が来まして、スキルスロットがだいぶ増えました。さあ一番ベストな構成はこれだと思うんですけども、いかがでしょうか。まずは高難易度を想定したスキル構成ですね。高難易度とはダウンロードコンテンツ第6弾に出てきました新しいクエスト、コロシアムや真の海賊王無双、そのあたりですね、防御力が意外と重要になる構成になります。まず起死回生の力、そして起死回生の体ですね。で続いて地上攻撃強化、特殊技強化ですね。スカイタイプだったらば地上攻撃強化を空中攻撃強化に変えていいと思います。でそして本気バースト強化ですね。でヒーローの力で、ヒーローの力はコロシアムでは、意味がありませんので、コロシアムの場合はヒーローの力を集中力に変えるといいと思います。で続いて獅子粉塵と勝破ですね。ダウンロードコンテンツ第4弾で出てきました優秀なスキル、この2つですね。でそれプラスこれ鉄壁ですね。防御力が上がるのが鉄壁と、起死回生の体、意外と防御力が重要になってきますので、この2つは入れた方がいいと思います。高難易度想定はこれですね。起死回生の力、起死回生の体、地上攻撃強化もしくは空中攻撃強化、特殊技強化、本気バースト強化で、ヒーローの力もしくは集中力で、獅子粉塵、勝破、鉄壁ですね。続いては高難易度ではないスキル構成ですね。以前からあった真の海賊無双、あのあたりは、この構成でいいと思います。まず起死回生の力ですね。で続いて地上攻撃強化で、もちろんスカイタイプは空中攻撃強化の方がいいです。で特殊技強化、本気バースト強化で、ヒーローの力ですね。で獅子粉塵と勝破で、最後の一つが、新しく出てきました万全の集中ですね。はい、これが従来のクエストの構成だと思います。これがベストだと思うんだけどね。防御力はそんなに必要ありません。起死回生の力、地上攻撃強化もしくは空中攻撃強化で、特殊技強化、本気バースト強化、ヒーローの力、獅子粉塵、勝破に万全の集中、これがベストだと思います。はい、ということで今日はベストなスキル構成を2つやっていきました。高難易度とそうでもないところで若干変わるんですけども、個人的にはこれがベストかなと思います。はい、他にもねこれ入れた方が絶対強いっていうのがあれば教えてください。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。